どうも、ハルスです。どうも、ハルスベテ、ハナオです。どうも、キムンです。スンです。はい、ということで、今回ですけども、今まではどっちかっていうとね、結構、リモートならではのみたいな企画が多かったと思うんですけど、逆に普通の企画を持ってきました。企画がですね、自分の好きな分野なら誰でもアキネーターになれる説、イエーイ、よっ、よっ、皆さん大好きアキネーターというのがあるじゃないですか。僕たちがほんまに個人が好きなものって多分各々あると思うんですよ。今回ルールですけど、回答権は2回まであります。で、質問が少ない人が勝ちです。今日は今回これ負けた人はですね、その選んだ分野をしっかりあのね、プレゼンするっていうね、声を取ってもらいます。それはあえて負けたいまである、負けたいまである。ということで、 Make it possible with キュッキュッキュッ。まあそんな形でじゃあやってみましょうか。じゃあスンから行こうか。了解です。古代ローマにまつわる人物でいきましょうか。あ、古代ローマにまつわる人物。じゃあはい、じゃあちょっと一旦調べますか我々。でもどれぐらい、どいつが難しいのか分からへん。そう、ディオクレティヌティアヌス帝は出てきた俺も。いや、ディオクレティアヌス帝はダメです。スンの推しなんで。こんな前のやつ推し面って意味わからないけど、どういう推し方したんそれ。もう誰でもいいっちゃ誰でもいいけど、なんか変なやつ来たよな。じゃあこいつでいこう。あ、オッケー。むずっ。じゃあスン呼ぶわ。一旦スン呼ぶわ。あいつのでもな、知識すごいからな、当ててほしいな。これはじゃあ、スンさんじゃない、ごめんなさい、スンネーターさん、我々が考えてるやつ当ててもらっていいですか。はい、ではまず一つ目の質問ですか。その方は皇帝ですか。この方は皇帝ではありません。なるほど、わかりました。マジ200通りが192通りぐらいになっただけちゃう今の。あ、いやいや、実は半分ぐらい削れてるんですよ。はい。あ、そうなんや。はい。そうなんや。はい。その方はコンスルですか。なんて。コンスルですか。なんすね、知らんもん。今多分調べたんですけど、多分違います。おお、マジっすか。ってなるともう文化方面の人に限られるな。ほんと怖いなこいつ。その方は詩人ですか。詩人ではございません。え、なるほど、そこの分野ではないのか。その方は文化人ですか。文化人としておきましょう。はい、ってなるとだよ。ほう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 。はい、じゃあ来ます。その方は歴史を記した方ですか。お、あお、はい、なるほどなるほどなるほど、はい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 。ってなると、いや微妙だな、5択ぐらいなんだよな言うて。マジか、5択まで来てんの。じゃあちょっともう人の絞りに行きますか。僕は、その人はポンペイの噴火で死にましたか。それは多分違いますね。それは多分違います。いやでも、じゃあ一旦攻めようかな。その方はタキトゥスですか。せーの、違います。違うか、マジか。じゃあもうその方は対比列伝を書きましたか。多分いいえかな。その方は地理史を記しましたか。いいえ。その方はスから始まりますか。いいえ。え、やばい、待って、で、あ、そんなにいないぞ。あれ、マジで。じゃあ、すん、じゃあラス1ぐらいしとこうか。ほんまにむずい可能性あるから、ちょっとこれ以上あっても不毛な可能性。そうですね、はい。ダメだ、もうダメだ、もうわからん。その人はメルキリウスです。せーの、違います。違います。アキネーター失敗。失敗した。その人誰ですか。正解はですね、アッピアノス。あ、その人マイナーです。でも聞いたことあるくらいです。じゃあということで、スンちょっとダメだったということで、じゃあ次に行きましょう。マジかよ、文化史はなかった。もう、じゃあ次、嵐のシングル曲で行こうかな。じゃあ一回抜けますね。これ行ってきます。だって電眼の口から聞いたことないもん俺。じゃあ電眼を読みましょう。はいはい、できましたよ。はい、じゃあ質問します。その曲は2010年よりも前ですか。いいえ。その曲は4文字以上ですか。はい。アルファベット出てきますか。はい。その曲はドラマの主題歌になってますか。いいえじゃないですか。曲のタイトルは全部大文字ですか。いいえですね。じゃあ漢字入ってますか。いいえ。あー、なるほど。ってことはもうこの辺りだな。
じゃあ、いきます。もう、言ってみよう、一回。その曲は、アイシークですか？せーの。違いまーす。問題違えられへんのか、ミスった。あ、じゃあその英語は3単語以上出てきますか？はい。おー、なるほど。今の言っとけばアイシーク消したのに。じゃあ最後1個だけ質問します。2016年に出た曲ですか？はい。あ、じゃあいきます。多分これは、はい、答え、パワーオブザパラダイス。せーの。正解です。正解です。あぶねー。素晴らしい。いやでも結構いいぐらいの難度だったのね、これ。いや、いいぐらいの難度やったと思う。じゃあ次、花尾さん行ってみる？じゃあ何をやりますか？じゃあ俺、バイオハザードっていうくくりでいくわ。5以降やってへんねんな。だから1から4までが嬉しい。じゃあ1から4ね。じゃあちょっと3人で話しまーす。僕はね、バイオハザード小学校2、3年生からやってるんですけども、人物名で来られたらきついな。人物だけじゃないからね。グレネードランチャーとか、生き物かどうかまず聞いて、で、次に、前作を通して出てるか。もしもーし。はい。はい、決まりました。じゃあ行きますよ。それは、生物ですか、生物じゃないですか。生物ですか。はい。その生物は、一つの作品にしか出ていないのか、それとも、他の作品にも出ているのか。多分この作品だけやと思うけど、リメイクとかはなしでこの作品だけやと思う。ってことはおそらくです、今のこの瞬間から1、2、3のどれかであることが分かった。へえ。敵という前提でちょっと進みたい気持ちはあるな。でもちょっとでもあいつらの予想的に多分電眼がよく話すのってバイオ1とバイオ4なのね。ってなると、バイオ1の敵としては、そのキャラは人型ですか、人型ではないですか？人型ではありますか？いいえです。これでかいヒントですね。ってことはバイオ1に出てくる、結構後半に出てくる強い敵、キメラではないと。当てましょう。そろそろここ結構勝負出たい。これはあなたが想像しているモンスター、正解はネプチューンですか？せーの、大正解でーす。やったー。やばすぎ今の。天才や今の、マジで。今の天才。ネプチューンってってか、なんならザコキャラぐらいの感じなんやけど。いやだから、まあお前の相方ってことだよね、結局。結局ね、結局。いやー、バイオ1絞ったらよかったっすね。しかも最初ロケットランチャーで行こうって言ってんで。だから無生物か生物かはやっぱ大事だったよ、そこで。俺だから作戦立ててたわけ、もうその時点で結構もう。いやー強っ、これすごいわ。じゃあキムさん行きますか。はい、一旦先行っときますか。行きますか。いやでもキャラ多すぎて当てれる気しないですよね。じゃあお疲れです。お疲れです。先ほどね、さっきのキャラクターって何人ぐらいいるのかなっていうのを調べてみたんですけど、主要な人物だけで150人ぐらいいたんですよね。誰出てきたら渋いかな。産方葵さんとか出てきたら渋いな。はい。はい、決まりました。そんな当てれんことないはずかな、なんか。知ってるっていうところからいきたいですよね。ということで、じゃあ、そのキャラクターは学生ですか？学生ではありません。ちょっと話し合ってくるな。そのキャラクターはプロの雀士ですか？プロじゃないんちゃうか、こいつだ。プロではないっぽい。僕結構大賢者好きですね、結構。そんなこと言われても。このキャラクターはどこかの高校の顧問というか監督というか、そういうことをやってるキャラクターですか？やっています。なるほど。じゃあ割と僕の中で今3択ぐらいになったんですよね。今答えたら花尾と一緒ってことですね。なるほど。じゃあ一旦、じゃあせめて言いますか、ここで。じゃあ僕ペック第一印象好きですね、結構。そのキャラクターは赤戸春江さんです。せーの。正解です。イエーイ。
素晴らしい。やばいやつがいっぱいいるこの世に。スン君が答えられへんくてもうしょげてるもんだって。いやいや、僕に関してはこれはあの有識者では分かんない自信あるメダルです。じゃあということでね、スン氏はあの自分の好きなことをプレゼンするというのをね、ぜひフォーエで一人でやってもらって。羨ましいですよそれ。全然負けてきなかったんやかな。ぜひ皆さんもね、友達とねテレビ電話しながらね、アキネタやるといいと思います。じゃあぜひ皆さんやってみてください。今日の動画は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。